みなさん、こんにちは。raionhimeです。今日は BFIRST Audition BMSG Audition 2021 The First Number One First and Second Round リアクションします。Hi everyone, it's me, Sarah raionhime. Today I'm going to react to a request in the comments.And that is the BFIRST BMSG audition. This is the first one. So round one and two, it says. I'll see, hopefully I have enough time to do the full thing. It says English subtitles available. So I'm so excited. I'm sure I'll love this because I loved 16 for twice. So I know I'll like this.And I'm very excited to watch this journey. And I had no idea this existed. So thank you so much to this lovely subscriber who commented this. ありがとうございました。I'll try not to chat too much since it's quite long. But I don't know if I should crop it or if I can watch the whole thing. Let's see. Let's see what works out. All right.Let's get into it. いきましょう。Take the next step despite your fears. Let's go. I hope it's the right thing. I think it is.もうすごい才能を持っている子がたくさんいるのにそれがこう開花できる環境がちょっと少ないっていうのはすごい大きな問題自分のスタイルのままで才能を開花できる環境そういうものをこう掲げた日本の新しいカルチャーっていうのを作りたいなとそれをしっかりと発掘して世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思いますThis is a good idea. I actually so excited about thisOkay. このままだと日本から良質なダンス&ボーカルグループっていうのは生まれなくなっちゃうなっていうのは危機感感じてましたもちろん今でも毎年日本から素晴らしい才能は芽を出していて花を咲かせて What he's saying actually I can see now why you guys are like so rallied and hyped about this group because I've been saying for so long like why is it that Japan is behind when you look at K-pop I meanFor me, it doesn't make sense because I know how talented Japanese artists are. But I'm like, why are they behind globally? This is so good. I'm already like so amped for this because I'm so glad that they're trying to create a phenomenon with this group. And I'm all for it. I've been waiting for this moment, you guys. でそれは素敵なことだと思うし今までの既存のシステムとか、まあ、大きな事務所さんとかそういったものにはものすごい強いリスペクトを持ってるし愛もあるんですけどそれでもどうしても出口の数が限られててでそこのこう形にはまれない子はすごい才能とかクリエイティビティとかを持ってても世の中に出れないっていうパターンが多すぎてで今の若い子とかはやっぱりダンス&ボーカルで。トッププロになりたいから韓国語を学んで韓国に行くんだよねそれはそれですごい素晴らしいことだし素敵なことなんだけど出口の数がやっぱりないまま消えていく才能っていうのがどうしても多いのをたくさん見てしまったのですごいダイヤモンドが眠ってる鉱山を
誰も発掘することがなく廃れていくっていう未来が見えたのがすげえやばいなと思ったんで、才能が才能のままその目をこう咲かせる出口を、そういった場所を自分は作りたいし、気がついてしまったのだから早くやらないといけないと思って、He's saying everything that I always have been thinking and feeling, and I say even to my husband out loud. Start. I'm so ready. I'm ready for it. What a group they. BTS がなんでこんな成功したかって、もうバトンずっと繋いできたからだし、シンファとか東方神起とかさ、やっぱ。海外でヒット出さなきゃっていうのをずっとやって、日本はその本当最初の段階、カルチャーそのものを作るつもりでいかないと、新しいことやろうとするときってこう、まあワクワクするのはワクワクすると思うんだけど、怖いじゃないですか。だからなんかよくこうなんか怖がらずに進めみたいなワードってあるけど、あの怖くても進めにしようと思って。そうなんですよね。今俺いくらだったら出せるかなと思って、まあ、自腹で1億円を出資したっていう形ですね。決してその他のまだ見ぬ才能のためだけに1億円出してるわけじゃなくて、What a great group 自分の人生をかけようと思ってのことだから、Now that this うまくいくか分かんないけど絶対に必要なことで、I wish I had seen this one 絶対にやるべきことであるから、But I'm sorry. これしかない、この道に進むしかない。I'm so glad to be watching it now. 社長として1年目は本当に大変ですけど、自分も挑戦者だから、そういう意味では彼らとあの同じ1年目の挑戦者って意味では全くそこの点では一緒なので、で今回オーディションを応募してくれた子も、あのダンスで世界一取った子とかもやっぱりいるし、他にもそういう BTS の日本公演のバックダンサーやった子もいれば、才能のある男の子自体はやっぱいるっすよね。あのすごいいます。結構絞ったつもりだけどまだ200人真正面から向き合わないといけないという覚悟を決めているつもりではあるけれど、人生かけてるみたいな子がやっぱ多くて、そのそれはそうだって話かもしれないんだけど、俺もやっぱりそうなるとしっかりと人生をかけないと、今ある全てのものとももちろん共存共栄でありたいし、まあ、一つでも僕の夢が叶う場所があればいいと思うんですよね。高度質の新設校がいいね、あの甲子園常連校とかに立ち向かっていくっていうのは俺はもうだからルーキーズだと思ってるんでね咲かせる水をやるために、まだまだ本当に頑張りたいなと思ってるし、応募してくれたみんなにはすごく感謝とリスペクトがあります。審査するポイントになるのは、クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティシズムファースト。クオリティファーストっていうのは単純に、まあ、歌がうまい、ダンスがうまい、ラップがうまい、その中でも大事にしたいのは基礎の能力。クリエイティブファースト、歌詞を作るとか、ね、メロディーを作る、トラックを作ることとか、自発的に考える能力をクリエイティブファースト、アーティシズムファースト、自分はこういう人間であるっていうのをステージ上で提示できる力、その3つを中心に見ていきたいなと思ってます。いいな。You can train people to sing. Fukuoka. I have a friend from Fukuoka. I'm excited to see. Well, they're probably not going to show it. See a train day. スクリハイさんが世界にも通用する音楽というのを作りたいというふうに書いてらっしゃったので、まあ、自分もそうしたいと思ってたのでちょうどいいなと思って。
オーディション参加者の子たちです。おおおあすごいですね、うん、生で直接会いたかったな。だね、昨日全然寝れなかったからな、目真っ赤なんですよね。歌がちゃんと聞こえるといいなと、こっちの環境でね。原石だらけでしたね。たった3ヶ月で別人のようになると思うので、それが世の中に出た時一体どれだけのインパクトを残せるだろうかと思うと、もう高揚感ワクワクは止まんないですし、はい、始めました。部屋の中から38分、熊本から来ましたフリーランです。あんまり緊張してるように見えないですね。いやめちゃめちゃしてますよ。めちゃめちゃしてますよ。うん、怖いですね。バクバクです。僕昔からその芸能界の方にすごい興味があって、出身が熊本なので、そういう、こうきっかけとかが全くなかったので、熊本でもしっかりこういう有名になれるんだぞっていうのをこう見せたいなと思って今日受けに来ました。頑張って。あ、こんにちは、ランくんですね。はい、そうです。お会いできて嬉しいです。スカイハイです。いや、素晴らしい。尊敬してます。いや、ありがたい言葉、ありがとうございます。ランクはダンスをずっとやっているものね。あ、そうです。ダンサーとしても有名になって、トップダンサーにっていうこともあったと思うんですけど、ボーイズグループとかはやってみたいと思っていたんですか？はい、そうですね。あの、僕が小さい頃からずっとその芸能界の方に興味を持ってまして、まあ、そのダンスもずっとやってきてて、なんかそういう、こう人前で見せて踊れる場所っていうのがすごい憧れてて。歌とかも練習してるの？一応はい、なんか友達と行く時に毎回歌ったりとかするぐらいなんですけど、今日のためにしっかりと練習してきました。お、課題曲は何にしたんですか？ダイスさんのシトラス。おお、すごい難しい歌だけれど、リラックスしてやってください。ああ、見てた、そう、I love it。 おお、かわいい、かわいい。 He's such a nice, like, he has a nice quality in his voice, kind of like a man of King of Prince, maybe. Oh, I love it, he's so かわいい。 かわいい、素敵で。Oh, and just like that, I'm like, oh, and done. That's the kind of voice I just love. And yes, the face and the look, the style.Because it's good, I don't know all the numbers, so I don't know if he made it or not. 素晴らしい。 It's kind of like, that's good, I guess. I get to see it with fresh eyes. Because when I watched 16, I didn't see it with fresh eyes. I knew who all the TWICE members were, so this is cool. I don't know who's in, and I don't know who's out. Like, this is gonna be a good ride, and I'm gonna wait.I finish this to like learn the members. Oh,
Hey, let's go. That's cool. That's some crazy move. Come on now, what is this? This is crazy game. I mean, I know that's perfect, but I'm like, I'm negative. Oh, look at the face. You have to make that face when you're doing that. He's so unique. I think he's cool. Let's see what it's got here. Yeah. Let's see. What he's thinking. 素晴らしいです。ありがとう。ありがとうございます。ダンスはやっぱりポップとかが好きなの？そうです。ポップダンスがずっとやってますね。他のジャンルとかもダンスは好きですか？はい。やっぱり一つのジャンルだとこう制限があるので、こういろいろなジャンルなども取り入れながらやってます。すごい。歌も素晴らしかったです。ありがとう。ありがとうございます。まあダンスがあれだけリズムいいから歌もリズムがもっとキャッチできるといいなと少し思ったくらいで、走っちゃうよね、緊張するしね。そうですね。そうだよね。またあの次東京で会えることを楽しみにしてます。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。思います。はい。ありがとうございました。Does that mean he passed the first audition? 超緊張しましたね。もう日頃人前で歌わないのでそんなに。でも出せたんですか？まあ全力は出せたと思うんですけど、疲れましたね。会えることを、ね、そうですね。もうドキドキで待ってます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すごい生で見たかったな、ラオ君。東京で会いましょうとかあんまり言わない方がいいっぽいです。あ、なんでですか？Yeah, I thought like that many passed too. I was like, did he pass? 言っちゃえば後で他の誰が何言っても。So he already decided. はじめまして、スカイハイです。はじめまして、こんにちは、シオンです。僕はシオン君を番組で見ていたので、存じています。シオン、いい名前。前に、プロデュース101ジャパンというオーディション番組に出させていただいたんですけど、デビューすることができなくて、本当に悔しい思いでこの1年間、過ごしてきました。またこういった形でオーディションに応募してくれたっていうのはどういう理由があったんだろうと思って。ファイナルに一応行ってて、いろいろデビューする手段があったんですけど、今の実力にまだ自分で満足できていなくて、もう一回鍛え直してやりたいなっていうのが自分の中であったので、He looks so gentle. あ、はい、優しいみたい。そうなんですよね。座って見てらんないですよね。それは全身で受け止めたいし、踊らせるくらいのことをさせたのは彼らなんで、彼らにやってください。
けど。いや、しかし、これ、ねえ、選ぶのが大変だな。ラッパーですね。本当にありのままっていうか、何も着飾らず、とりあえずありのままでいきます。俺は俺だけってことで。ありがとう、ありがとう。Because バイブスを感じました。運動神経とかも含めて体がすごく動きそうなタイプだから、あのきっとダンスとかもしっかりやったら向いているかもしれないし、動いても体の軸がしっかりとあのぶれないっていうのは、あの動ける人なので。あとラップに関してはビートをあの見失うことがやっぱり多かったかもね。そうですね、やっぱりビートとこう絡まることが一番大切なことだから、ビートをとにかく聞いてその上でこう言葉を出すっていう感覚を身につけたら多分すごく伸びると思います。ありがとうございます。お会いしてます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございます。緊張してた。緊張してましたね。すごく疲れた。本気で見ないといけないし、本気でコミュニケーション取らないといけないし、すごくこう大変な責任のあることだなと痛感しましたし、こんだけいろんな形の才能がいるんだなっていうのはね、衝撃的でしたね。I know very little about Kobe. I'm not gonna lie, but I don't know much about Kobe. Double protection. かっこいい。はじめまして。はじめまして。スカイハイです。会えて嬉しいです。僕も嬉しいです。よろしくお願いします。石川さんです。17。おお。になりたいみたいに思ったのはあのいつ頃からですか？中学2年生の時ですね。あ、そうなんですね。Sometimes I don't know whether to look at the English or the Japanese because I know a little bit of both, so it's confusing. ごめんね。同じところを使った発声があの増えてる気がするんですけど、それでもなんか片鱗片鱗ですごいあの色気みたいなのをこう出された時にものすごくキュンってしました。そうですね、これ言うとあのスタッフに怒られるんですけど、あの東京で会いたいなと思っております。お願いします。スケジュール開けておいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございました。This one left the color pressure. 出身の大林海です。よろしくお願いします。
いろんな魅力的なオーディションもちろんたくさんあるとは思いますけど、スカイさん思いであったりやりたいことがすごいはっきりしてて、一番自分のスタイルに合ってるんじゃないかなと思ってここを受けました。 Oh, I went to another person. I am so bad at this, guys. I'm sorry. お願いします。海龍くんですね。海龍くんですね。はい。よろしくお願いします。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。はい、海龍くんはもともと韓国にいらっしゃったんですか？そうです。そうです。韓国で半年ほど練習生をしてて、すごい。まあ、退社することになって今このオーディションを受けました。なるほど。まあ、今他のその大きなオーディションとかもあって、そのスカイハイさんの言葉とかいろんなそういうのを見た時に行きたいなと、単純にすごいかっこいい会社だなと思って、ここからデビューするメンバーに入れたらいいなと思って受けたので、一応最終まで通ったんですけど、そっちを蹴ってこっちに来たので、まあ、頑張りたいなと思っています。ありがとう、感動してしまう。 That's a lot of pressure. Is that a? これ直接見たかったな。 Is that a good idea? To like just give up? Like when you're young? Excuse me. I didn't know he was hiding that kind of a voice. So soulful. ありがとうございます。ありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。ものすごいすごい歌声を持ってると思って感動したし、ものすごい才能があると思うんですけど。ありがとうございます。ですけど。ありがとうございます。せっかく跳ねたビートのディスコソングなのに、少しバラードのテンションで歌われてるような気がしたのだけ少し気になりました。次は直接お会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。 I wonder if he made it through then. Did he? すごい緊張しました。 I hope to see you next time because I mean he's going to. まあ、やることができたかなと思います。まあでも特に13歳14歳13歳にしてやっぱりラップがうまい子、ダンスがうまい子、歌にアーティズムがすでにある子、ゴールデンエイジでした。広島県から来ました中学2年生13歳の川谷美樹です。あー、そりゃ若い、本当に若い。リックくんですか？はい、かっこいい。これできて嬉しいです。スカイハイです。こちらこそ嬉しいです。かっこいいですか？大人っぽいですね。ありがとうございます。よく言われますか？身長が高い方だと思うので、うんうん、多分その印象で言われると思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやって見たら全然ね、13歳には見えないですよね。そうそう、
すごいすごいすごい。どのくらいレッスンをしていたんですか？あ、それは小6の時から。うん、じゃあまだ1年2年なんですね。はい、すごい才能がありますね。あと誕生日おめでとう。 ありがとうございます。明日だけどね。はい、すごい手足が長くて素敵だなと思っていたんですけど、それだけじゃなくて動きの一つ一つもあのすごく綺麗だし、とても素敵でした。ありがとうございます。明日14歳か、中学2年生かな。そうやん。失礼します。こんにちは。こんにちは。そうたくん。そうたくんですね。はい、そうたくんです。うちのです。いろんな自分の特技を、今回見せつけられることができたらいいなと思います。よろしくお願いします。若い。そうたくんラップするんですね。します。ラップ作詞が来てる。楽しみにしてます。He really is so young. And it, like the other guy has like a deeper voice in his tone also. Yo. Oh wait. Okay. Yeah. Cut him out yet, right? Yo. Cool. How did I?そして不可思議呼吸、時計の針は進んでく。俺の知らないとこで何が起きてる。俺の知らない君は何を見てる。 Yo Yo DJ What's Right In Yo School Boy So Uta Yo Hey見えるもの全部見させてくれ、聞ける音全部聞かせてくれ。よいすん先の闇を手探りアウトに全部やめて読め書き、超リズミのスピリッチフィー、中身まで薄型にイージ、大事なとこにモザイク、この先も禁止で箱小このリッチ、遠い国じゃなくなる命、よりドラマで泣く方が気持ち、涙を流しどこまで決められるレール、感情もバーゲセール、種のこのに目をつぶるすでも死んだ僕らは全てを許すでしょ。Small but mighty. 13歳、すごいね。This was so unexpected. Wow. すごいね。身長63センチか。これ細胞だな。これ細胞じゃん。すごい。素晴らしかった。びっくりしちゃった。ありがとうございます。私もすごい、本当に素晴らしいですね。ありがとうございます。ダンスもずっとやってたの？はい、やってました。ラップするようになったのはいつくらいからなんですか？2年前ぐらいにビッグバンを見てやり始めて、真似をしたのがきっかけでずっとラップやってます。なんか将来こういうアーティストになりたいみたいなのってありますか？今はこのオーディションを最後まで行って、もっといろんな人とか、なんか曲作りたくてもなかなかできない人とかに、自分はできたんだよってことを見せて、もっといろんな人に影響になったらいいなって思ってます。うん、すごい喋りのすごいハキハキしてて、しっかりしてる、しっかりしてるってよく言われる？あんま言われないです。ダンスもすごいなんかグルーブをキャッチするのがとても上手ですね。ありがとうございます。音楽が好きなんだなっていうのがダンスで伝わってきたのがすごくなんか見ててワクワクしました。とてもすごい才能をお持ちだと思うので、あのすごく今後が楽しみです。ありがとうございます。才能、わ、わお、才能、才能、
Is that okay? That was the end of the first round. That went by fast because I'm already so invested. Oh my god. Thank you so much for recommending this. Oh, this has been awesome and I'm ready for more. We'll see if I have time to do another one. I'm already so invested. I don't know who I like yet. Obviously, it just began, but there's a few guys that were so talented. I'm excited to see more. Let's do this. Anyway, thank you so much. Thank you so much for recommending this awesome video. And I can't wait to watch all of it. And I'm so excited for more Be First. So Be First fans are called Betsy, correct? So I'm so excited to become the newest member of Betsy. Sorry if that's not it, but I'm very excited to take this journey with you guys. Thank you so much for watching and teaching me. Oshiete kurete arigato gozaimashita. Hontou ni arigato gozaimasu. Kono video mo mite kurete arigato gozaimasu. If you are new here and you could hit that subscribe button, that would mean so much to me. It helps more than you know. And please don't forget to like and also leave a comment if you want. I try my best to read. I'm best to read everything. I can't always reply. I try, but I do read every comment. So thank you so much. It means so much to me. And also please bear with me. I know the audio isn't perfect. I'm working on that. I'm gonna try to slowly improve the quality of these videos. I'm new to this, but thank you so much for sticking with me anyway. It's been awesome. So again, thank you for watching this video, and until next time, I'll see you later. Mata ne! Arigato gozaimashita! Bye bye!